生活衛生局は、日本の中央省庁である、厚生労働省の内部部局である。医薬品や医療機器などの薬事、食品や水道などの生活衛生、薬剤師などの国家主権などを所管する。2015年10月に、医薬食品局から組織が改編された。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の有効性、安全対策、麻薬、 覚醒剤対策の政策、輸入品を含む、食品、水道、建築物の環境衛生などの生活衛生、薬剤師や建築物環境衛生管理技術者の国家試験を所管する。食品安全行政の内農林水産省消費、安全局が所管する業務は除外する。中央省庁再編による厚生省と労働省の統合に伴い、 2001年1月6日に厚生省医薬安全局の組織が変更されて医薬食品局が発足した。2015年10月1日に健康局の生活衛生課と水道課が移管されて名称が医薬生活衛生局に変更された。医薬生活衛生局は次に掲げる事務を司る医薬品、医薬部外品。 化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保険衛生上の危害の発生または拡大の防止に関すること。麻薬、抗精神薬、大麻、 アヘン及び覚醒剤に関する取締りに関すること。麻薬取締り官及び麻薬取締り員が司法警察員として行う職務に関すること。麻薬、抗精神薬、大麻、アヘン及び覚醒剤に係る国際捜査協助に関すること。毒物及び劇物の取締りに関すること。 採血量の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。健康局の所掌に属するものを除く。医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する工業標準の整備、及び普及その他の工業標準化に関すること。 薬剤師に関すること。独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。全閣号に掲げるもののほか、薬事に関すること、異性局の所掌に属するものを除く。人の健康を損なう恐れまたは、生活環境動植物第2条第2項第1号路に規定する生活環境動植物をいう。 第52条第9号において同じ。の生息もしくは生育に支障を及ぼす、恐れのある化学物質に対して、環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。有害物質を含有する、家庭用品の規制に関すること。大オキシン類、第2条第1項に規定する大オキシン類を言う。以下同じ。 の対応一日摂取量、同法第6条第1項に規定する対応一日摂取量を言う以下同じに関すること。飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。販売のように教師、または営業上使用する食品衛生法第4条第1項、第2項、第4項もしくは第5項に規定する食品、添加物。 器具もしくは容器包装または同法第62条第1項に規定するおもちゃ以下食品等というの取り締まりに関すること栄養成分を補給しまたは特別な保険の用途に適するものとして販売のように供する食品に関すること公衆衛生の向上及び増進に関することに限る検疫項または検疫飛行場の区域内にある 船舶もしくは航空機または施設、建築物その他の場所の衛星状態の調査に関すること。検疫所の組織及び運営一般に関すること。成果衛星士に関すること。土地区上及び職長処理場の衛星の確保。土地区検査及び職長検査その他重地区及び職長の処理の適正に関すること。第16号から前後までに掲げるもののほか。 食品の安全性の確保に関すること、食品衛生に関することに限る。活性上その他これに類する施設の規制に関すること、建築物衛生の改善及び工場に関すること、埋葬、仮葬及び改装並びに墓地及び納骨堂に関すること、利用紙、美容紙及びクリーニング士に関すること、利用所、美容所、工業場、旅館、 公衆浴場その他の多数のものの集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること、水道に関すること、第24号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること、健康局の所掌に属するものを除く。ありがとうございます。